陸近は、新末民発の軍人。北洋系、直霊派に属した。字は、縫山。北洋武備学堂を卒業後、1899年に日本へ留学する。陸軍主管学校第一期法兵科を卒業した。1903年に帰国し、北洋即英学堂で教官に任じられる。後に、断基随、兵国省の連兵教育事務を補佐した。 北洋参謀所総弁に昇格後、1909年、三島、直令軍事参議官に転じる。1912年、直令都特書軍事参議官となる。翌年、同所参謀庁に昇格した。10月、天津鎮述氏となる。1914年7月、北京政府将軍府参軍県軍務長長長に移動した。 1917年7月の長君副癖では、長君を支持し、愛新架倉不義から、陸軍部佐城に任命されている。長君失脚後も、そのまま政府に留まり、参謀本部次長に任命された。1919年12月、貧乙将軍の位を授与された。翌年9月、陸軍第九士市長となる。 1922年11月、自家路予算省巡越支所参謀長を兼ねた。1924年1月、大総統、総根の下で陸軍総長に任命される。同年9月、第二次、笹口自家戦争で直霊派が敗北するとともに下野した。1926年5月、臨時失政団、貴髄の再度の失脚に伴い一時復帰したが、 小作人により直ちに悲鳴される。以後は、天津に偶居した。1939年1月30日に、後配布が和平休国宣言を発表した際には、陸近も和平休国会連盟の構成員として、同宣言に連署している。ただし、陸が連署に至るまでの経緯や、活動の具体性については不詳である。1946年、天津で病没。 去年68、ありがとうございます。